市民会館南交差点市販通りとは、愛知県岡崎市六友も本町と六町の南を東西に通る道路の通称名である。岡崎市中心地域にある名のついた通りの一つで、能見通りと本町通りの境にある能見通り一丁目、南交差点から始まり、東へ進む市道の通称名である。その名称は、1901年に、 高生町から六区町パッカン15番地に移転した愛知第二市範学校に由来する。1945年7月の岡崎空襲では、中社、北社を残し市範学校の校舎は消失した。戦後、校舎の補修や大学施設の移転など様々な移り変わりを経て、その後、愛知教育大学附属岡崎小学校、同附属岡崎養護学校となった。市通りは、 西隣の木町通りとともに都市計画道路岡崎環状線の一部である。能見通り1丁目南交差点から東に市民会館通りと交わる市民会館南交差点を少し過ぎたあたりまでは2車線のゆとりのある主道である。市の都市計画地図ではここからさらに東へ直線的にモダン道路に接することとなる。道幅が急に狭くなり始める入り口あたりには 江戸期古民家石原邸が現存している。繊細で奥ゆかしい雰囲気の漂う佇まいで2007年までは石原邸エスカフェというカフェが運営されていた。石原邸は1992年に岡崎市長より岡崎市都市景観環境省を受けている。石原邸を通り過ぎたカーブには常夜灯が一気ある。ここからの区間は福音が狭いにもかかわらず、 意外に自動車がよく通り抜ける。丘陵地帯にあって市販通りの細街路が、モダン道路北方面や愛知県道477号、東大海岡崎線へ抜ける、ほぼ唯一の近道となっている。石原邸付近上野党と石原邸の敷地、ありがとうございます。